はい、どうもタンタンです。こちらコルドバから 20BM ですね。ご覧の通り非常に大きいサイズ、バリトンです。はい、まあ、20というシリーズ、コルドバの中でも非常に人気シリーズで、オールマホガニーボディでトップだけ短板なんですよね。でデザインも非常にシンプルなんですが、ロゼッタとブリッジにヘリングボーンの装飾が入れられているといった感じ、まあ、非常にシンプルな感じで、コルドバのラインの中でもまあ比較的お買い得な価格帯、まあ、ただバリトンに関してはこのサイズしか出てないので1機種のみとなるんですけれども、それでもですね、最近非常にバリトンウクレレ問い合わせ多くてですね、まあ、数はね正直出してるメーカー非常に少ないんですけれども、うちの方でもね大変お問い合わせが多い。普通のウクレレもいいけど、ちょっとこういったサイズ感でね、ウクレレのなんていうのかな、ポロポロとした軽い軽やかな感じっていうよりも、もうちょっとこう落ち着けるというか癒される重厚感あるサウンドっていうのかな、そういうのをね求めてる人も非常によく多く出てきてるのかななんていう印象でございます。バリトンなんでギターの 1,2,3,4 と同じチューニングになるので、ギターから入る人なんかも非常にとっつきやすいのかなっていう印象もありますし、チューニングの並び自体が変わるわけじゃないので、ウクレレをやってる人もロージーチューニングで弾いてる人なんかはそんなに違和感なく、コードの、なんていうの、キーが変わるだけっていう感じなので、そのあたりはあまりこうバリトンウクレレを持ったからといってそんなに違和感は感じないんじゃないかなという感じですね。まあ、バリトンウクレレの5フレットにカポをつければ普通のウクレレと同じチューニングになりますんで、まあ、そういう考えていただければ非常にイメージつきやすいのかなと思います。ということで、こちらコルドバのバリトンサイズですね、 20BM というモデルでございます。オールマホガニトップが短板の1本でございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。